After joining Estela's, it was really exciting to be in touch with the latest science and the cutting-edge technologies. And it's a great pleasure to be in part of the team when we think of advanced modalities and advanced therapeutics. For example, cell therapy, gene therapy, or even chemical biology with the latest technologies. So that's the biggest part of working in Estela's.仕事をしている先に患者さんがいるというところですよね。自分たちの仕事が患者さんの病気を治すというところにつながっていると。で、そのことを周りの同僚含めてみんながコアとして持っていると、まあ、なので尊敬できますし、そのことがまあセラ製薬が好きな理由になります。この臨床開発の仕事の中において常に挑戦を促してくれますし、その挑戦というのを受け入れてくれる、パッションのある方、情熱のある社員に対してはもっと大きなプロジェクトというのが与えられると、一つ一つの知見、全ての業務に対して熱い情熱を持って取り組んでいます。もともと患者さんに薬を届けるっていうことに少しでも自分が関われたらというふうに思って入って、で入ってすぐに開発後期の上市を控えた医薬品のプロジェクトに携わることができて、アメリカで患者さんの元に届くっていう経験ができて、これからも熱いパッションを持ち続けていられる理由の一つにもなっているのかなと思います。自分は生きがいとしているのはもう今貢献なんですよね。自責で考えること、あと自分を変えていく革新をしていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、こういったことにちょっと挑戦してみたいなっていうところに組織全体が賛同してくれるんですよね。そのイズムがアステラスらしいところじゃないかなというふうには思ってます、はい、なぜアステラスなのかというと、やっぱり新しい薬をどんどん世に出していく会社なので、昨日治らなかった病気が明日には治っているかもしれないっていう未来への可能性をたくさん秘めた会社だから、アステラスが好きなんです。入社した時から考えても今の会社の位置づけってずっと成長してると思うんですよね。入った当時から考えても色褪せてない会社だと思うので、まだまだこれから成長していく会社だと思います。挑戦していくっていうことは非常に大切なことで、私の中の人生のキーワードでも持っていることではあるんですけれども、挑戦をするときに時に視野が狭くなったり、必死のあまり周りが見えなくなったり、アステラ製薬では万が一一つの会議でそういうことが起こってしまったとしても、必ずみんな受け入れてちゃんとフォローしていくと、そういう文化があるので、挑戦が好きな私としてはこの会社で働いてよかったと、挑戦怖くないなと思ってます。自分のキャラを安心して出せるというか、その自分らしさを出せる出せないというのは結構周りの人にもよるのかなと思うんですね。リラックスできないチームメンバーにはやっぱり口数も少なくなっちゃうとか、アステラス社内はお互いがお互いの良さを認めていて、臆することなく自分らしさを出してみんなで認めて高め合えるような環境だ。